こんばんは、シャオギロマッシロ。今日の担当は片井です。今日はお昼頃から黄砂ですかね、大変空が曇っておりまして、近くの山まで霞んで見えるような状況になっていましたね。やっぱりこんな時期かなというふうに思っております。それでは今日は長野市の文化財課の風間さんにおいでいただいて、大室古墳についていろいろお話をお聞きしたいと、こんなふうに思っています。風間さん、一つよろしくお願いします。はい、風間です。どうぞよろしくお願いいたします。それでですね、早速ですが、大室古墳についての概要といいますか、古墳とは何ぞやといいますか、その辺の方からちょっとお話しいただければと思うんですが、はい、よろしくお願いします。まず古墳というのはですね、人を埋葬したお墓になります。はい、で墳丘と申しまして、土でいや石で山を作りまして、その真ん中にですね、石の部屋などを作りまして、そこに亡くなった方を、埋葬すると、そういうものを古墳と呼んでおりまして、今から1500年ぐらい前、古墳がたくさん作られた時代がありまして、そのことを古墳時代というふうに、呼んでおります。で、大室古墳群なんですけれども、うん、まずは古墳がですね500基、500基という非常に多い数の古墳が、分布しておりまして、でその中でもですね、積石塚と申しまして、石をこう積み上げた石で作った、古墳がその 80%、 400基以上ですね、を占めるという非常に特殊な古墳群となります。その積石塚という石を積み上げた古墳群としては日本最大になります。それから合掌型石室というですね、こういう合掌、屋根型の天井をした、石室というのがですねありまして、こちらが非常に多く見られるという特殊性も持っております。そういった非常にですね、日本の中でも特殊な古墳がたくさんあるという古墳群というふうになります。大室古墳はそれが一つの特徴といいますかね、はい、そういうことで有名といいますかね、はい、今までそういったものはこうだんだんと皆さんにねお知らせして、はい、また行きたいと思っておりますので、ね、はい、よろしく一つお願いしたいと思います。はい、で今までいろいろとお話しいただいたんですが、この大室古墳も国の史跡の指定に、されてますよね。はい、いつ頃から国の史跡指定にされたんですかね。はい、もう昭和の段階からですね、いろいろ調査は入っておりまして、うん、最終的に国の史跡になりましたのは平成9年です。うん、平成9年7月28日の、うん、文部科学省が出しております官報の、はい、2188号というので国の史跡に指定するという告示がなされております。はい、その、史跡に指定されたですね、その経緯といいますか、どのようなことをその評価されて、国の史跡に、されたということなんでしょうかね。はい、まず一つね、学術的な意味合いとしましては、うん、先ほど申し上げましたように積石塚、これは日本の中でもあまり数は多くないんですけれども、石、日本の古墳というのは普通土をこう盛り上げて墳丘を作るんですけれども、石を積み上げる積石塚というのが非常に多く集中している、日本最大の積石塚古墳群なんですけれども、それとあと合掌型石室という極めて特殊な、全国で40例ぐらいしかないんですけれども、そのうちの25例以上がですね大室にあるという、そういう非常に特殊性の部分が評価されまして、国の史跡に指定されております。そうですか。いずれにしてもそういったね、全国的にも珍しいものがたくさんあるということが、大室古墳の特色というかね。そうですね、そういうあれですよね。あとそれに加えてですね、大正の初期からですね、地元に大室史跡保存会というのができまして、そういった地元の保存活動っていうのがやっぱりあったというのは一つの後押しになってますね。そうですね、やっぱり何よりもやっぱり地元の皆さんがね、そういったものに対して力を注いでですね、はい、していかないと、やっぱり、長野市もそうですから、はい、県、国、はい、こういったことは動かすにやはりね、地元の皆さんの熱意が必要になってきますよね。そうですね。はい、その一つの表れがこれ、国の史跡になったということですよね。はいはい、そうです。そうしますと、
まあ、結局その整備委員会といいますかね、はいはい、とそれから現在の古墳の関わりといいますかね、はい、どんな形でこう経緯して、はい、あのということになるんでしょうかね、はい、うん、国の史跡、日本の文部科学省がですね、日本の歴史を知る上で重要な遺跡ということで国が指定するんですけれども、はいはいはい、それの整備とか調査は、うん、市町村ですとかですね、うん、県が担当します。ですので国の指摘になって、平成9年になりまして、それから長野市としましては、うん、長野市が担当をして国から補助金をいただきながら整備事業を進めているという状況です。でその中で整備委員会、大学の先生ですとか、あと地元で研究されている方、はいはい、あと大室古墳群保存会の方からも整備委員会の中に入っていただきまして、そういう、学術的な見地あるいは地元からのですね要望等を含めた、委員会を立ち上げまして、うんうん、その委員会のご指導をいただきながら整備の方は進めていっております。あ、まあ、そうするとあれですよね、国の方では史跡の指定をするけども、はい、実際の管理運営といいますかね、はい、こういったものは長野市さんで、はい、実際に執行していくと。そうです、こういう形になるわけですよね。大室古墳群はまさに長野市と地元で、やっているという形になります。そうすると古墳の保存整備維持管理発掘こういったのは、長野市の方で、全部やっていただけるということでありますもんで、この整備ですよね、現在までどんな形で進んできているんでしょうかね、はい、史跡指定地、実は 16.3 ヘクタール、これ大室古墳群の一部なんですけれども、それでも 16.3 ヘクタールで古墳が166基もあるものですから、ゾーニングいくつかのゾーンに分けまして、7つのゾーンに分けまして、今史跡の入り口部分の、エントランスゾーンというふうに呼んでおります部分の整備を実施しております。やってるということですよね、はい。今まで、ここまで来るまでにはですね、何年ぐらいかかってき、てるんでしょうかね。平成9年に指定されまして、翌年の10年から整備の方を着手しまして、はい、現在まで、今年が23年ですから、13年目と、13年、ね、いうことになります。これから先ですね、まだまだ整備、そういったものを進んでいくんでしょうかね。今史跡の入り口部分、あと 2,3 年かけて整備を完了させて、で次は山の中の方へ、入っていきたいと思っております。ちょっと見づらいかもしれませんけれども、そうですね、色分けした、ゾーニングで色分けをしてございます、はい、今ちょうどこの、図でいう下の方ですね、この水色の部分をやってるんですけれども、水色の部分の整備をやってるんですが、次こちらが完了したら今度少し離れまして、この黄色い部分、なんで上の方へ行くわけでしょうね。こちらの部分の整備を、引き続きやっていきたいというところで、現在、計画を進めているところです。ですのでそれは今年って言いますか、23年度はどこまで取っかかるような形になるんですかね。これからですね、23年度はないんですが、来年あたりから、徐々に準備を始めまして、エントランスの方が終わってきたら段階で次の、場所に移っていくと、いうことを、一つこうね、逐次やっていくということで、長丁場になるっていうことですよね。そうですね、そうですね。それで昨年ですね、はい、この241号墳ですか、はい、この発掘がありまして、はい、ちょっと話題になったんですけども、はい、どのような古墳でですね、はい、どんな形のものであったのかね、はい、その時のちょっと VTR がね、ありますもんで、ちょっとそれをご覧いただいて、あと補足をしていただければと思うんですけども、はいはい、この古墳がどのくらい残っているのかというのを確認するために発掘調査を実施いたしました。こういう形でどうも人が埋まっている部屋がありそうだということが、見つかったわけです。で、整備委員会の先生等々とお話をしまして、 これがですね、ここまで全部石で埋まってたと思ってください。
どうも大室に特有の合掌型石室らしいということが分かりまして、今年度、県国、セリン会の先生の指導を受けた上で、国とですね、それから県と協議をしまして、ちょっとほんの一部なんですけどね、ちょうど12月の寒い時だったんですけども、風間さんにご苦労いただいて、現地説明会という形でもってね、はいはい、見学会、大勢の皆さんも来られたんですよね、この時はね。150人を超える方が。そうですね。午前と午後に分けて、はい、説明会が行われたんですけども、はい、ちょっとその今のね、VTR もそうなんですけども、詳しくですね、はい、どんなものでどんな説明されたのかちょっとお話しいただければと思うんですが、はい、実は241号分、うん、これまで全く注目されてなかったんですけれども、実は初めてつくしの古墳です。まずですね、墳丘というその石の中に埋まった状態で合掌型石室が見つかった、これを大室古墳群の中では初めてのことになります。でさらにですね、合掌型の中を調査した結果ですね、そこから馬につける馬具が出てきました。ね、はいはい、この馬具もですね、合掌型石室からですね、いい状態で出てくるというのは実は初めてのことになります。あと新聞等ですごく報道されたんですけども、うんうん、ソリバ族というですね、珍しい鉄族が出てまいりました。矢の鉄で作った矢の先ですね、矢尻の先になりますけれども、うんうんね、これも長野県初になります。実はこういった初めて尽くしの古墳でありまして、今後ですね、そういった学術的な検討っていうのが非常に大室を評価していく上で重要になってくる、鍵になってくる古墳だというふうに考えております。そうですね、やっぱり地元にね、こういった本当に誇れる、ね、はい、こういった遺産があるということはね、はい、大勢の皆さんが、ね、まだまだね、はい、知らない人も多いもんで、ぜひですね、こういったこともいろいろと機会あるごとにお話をいただいてですね、はいはい、ぜひね、皆さんに、せっかくあれだけの古墳の立派な古墳館もありますし、はい、いろいろ資料にありますもんで、見ていただければと思うんですけどね、はい、その後の整備ですね、はい、いろいろまだ残されたものがあると思うんですけども、はい、今後 その計画といいますかね、はい、今分かっている状況の中でですね、はい、どんな方向に進んでいくのか、その辺のところをお話しいただければと思うんですが、先ほどお見せしましたけれども、この山の中の部分で、はいはい、古墳の整備に入っていくんですが、実はここがですね、大室古墳群で一番残りのいいところなんですね。類々とこう石で作られた山が、うんうんうん、こう何でしょう、裾を接するようにしてですね、はい、ある、非常に学術的にも注目されている部分でありまして、うん、まあ、ここをですね、少し気長に時間をかけてですね、遺構、古墳を復元しながらですね、はいはいはい、皆さんといろいろけんけんがくがくやりながら古墳を復元していくというのを、今後やっていきたいと思います。そうですね、ゾーン的にはですね、7つもありますので、実際のところ、はいはいはい、全部が終わるのはいつになるかっていうのは私も、ね、分かりません。はい、気の遠くなるような仕事になるでしょう ね、長い時間をかけて徐々に整備をしていきたいというふうに考えております。そうですね、いろいろとね、整備委員会なり、国から、ね、市の方と、いろいろ計画されているのをお話しいただいたようなことなんですけども、加藤さん個人としては夢としてですね、こんなふうに大室古墳のことをやっていきたいなというようなことがありましたらですね、どうでしょうね。今日も実は小学校の遠足があったんですけど、はい、やっぱり子どもたちがこうたくさん来ていただいて、地元にある遺跡あるいは古墳というのにこう、はい、より多くですね、接していただきたいというのがあります。あとはもう生涯学習の時代ですので、多くの方に古墳を見ていただいて、長野にはこんな面白い古墳があるんだ、遺跡があるんだというのを肌で感じていただけるような史跡公園になっていければいいなというふうに思っております。そうですね、はい、あれだけの、ね、立派な施設がありますもんでね、はい、私らも地元が大室なんですけども、はい、皆さんお受けするたびにですね、古墳会行ってみたら、立派な古墳館で、はい、私らも初めてその、ね、あっこ行ってみたんだけども、
ぜひまた、お友達のと一緒に来たいなというような、はい、そういう声がね、随分聞かれますもんですね、はい、この機会にですね、そういうことを大いにまあ宣伝もしていただいてですね、多くの皆さんにね、大室古墳に訪れていただいて、はい、皆さんにそのね、勉強してもらいたいと、こんなふうに思っておりますけどね、はい、まあ、よろしくお願いしたいと思います、はい、もうそう言ってるともに、もう時間が迫ってきましたもんでね、もうほんのあとわずかということなんですけども、はい、最後にですね、はい、風間さん、このインターネットテレビを通じてですね、はい、皆さんに、まあ、ぜひこういうことはということがありましたらですね、はい、お話しいただければと思うんですが、大室古墳群だけじゃなくて、松代地区にはたくさん古墳があります、はい、だから大室で古墳をこうちょっと勉強していただいて、自分の家の周りにあるですね、はい、古墳を見直していただければ、はい、そういう利用をしていただくとありがたいと思っております。そうですね、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。まだお話をお聞きしたいこともたくさんあるんですけども、やはり15分という制約された時間の中ではね、本当に言い切れないことたくさんあると思いますので、はい、また一つよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。さて、来週のしゃべくり松代は、パーソナリティはあ、私でした、ゲストなんですけれども、ゲストはですね、本名は古畑健三さんです。古畑さん、どうぞ。私今ね、本名と申し上げたんですが、芸名もあるんですか？芸名、実は古畑健二という芸名があります。芸名あるということは何かやってる？おかげさまで4年前に CD デビューいたしまして、今回はこのしゃべくり松代に出させていただくことになりまして、大変光栄でございます。ありがとうございます。歌手なの？歌手なんですか？おかげさまで、ありがとうございます。いや、この番組はね、歌う番組じゃなくてね、しゃべくる番組なんだけども。あ、そうなんですか？いいですか？いや、ぜひ出演という依頼があったんで、今日は出てきたんですけど、ちょっとまずかったですね。出演して歌えと。はい。あら、ちょっとじゃあ歌いますかね。はい、またぜひ来週はよろしくお願いしたいと思います。楽しみですね。え、芸名は古畑健二さん？そうです。それでは古畑健二さんの歌声が聞こえると、ぜひ来週はもう一つ心温まるいい話が皆さんにまたお伝えできると思うんですけど、ぜひ来週この番組でお会いできれば楽しみにしております。顔に似合わずなんてそんなこと言っちゃいけない。失礼だね。よろしくお願いします。それでは歌を歌ったり、心に残る歌、そうですね、お話のお話をぜひやらせていただきたいと思います。アカペラで、ありがとうございます。ちょっと今1曲ですか？うん、1曲はダメね、ちょっとね、ちょっとね、触りだけ、はい。それではデビュー曲で、俺の出番はきっと来るという曲があります。来ましたね。それでは、はい、アカペラで失礼させていただきます。はい、こんなご時世世の中だから。じゃあその続きは来週と、お楽しみに。さあ、それでは来週をお楽しみに。失礼します。松代はあなたの街。それそれそれくり松代、また見たね。